突然キャー舞台の奥また右側の方で後輩の女優さんがはいよろしくお願いいたします。 長い間ですね大衆演劇の劇団さんでこう頑張ってこられたさやかさんというね30代の女性の方から教えていただいた話なんです大衆演劇と言いますとねこれもう本当に日本全国いろんな劇場まあ旅一山のような形でですね約1ヶ月ずつぐらいでもういろんな劇場で時代劇をベースにしたねお芝居をやるまあそんなスタイルなんですけれども。 このさやかさんが所属している劇団さんまあある時にですね場所ちょっと言えないんですけれども関西のとある劇場の方で1ヶ月間お芝居を打つということが決まったんですよただそれが決まった瞬間からこの沙也加さん一つ不安で仕方がなかったっていうんですと言いますのもねその劇場まあ他の劇団さんにもいろんな友達がいてるんですけれどもそういった横のつながりで 聞こえてくる話っていうのが「いや今度あんたんとこの劇場がやるあそこやけれどもちょっとなんか変なもん出たりするから気をつけた方がええで」とかあと何かのちょっと怪我が多いですとかねだから良くない噂がかなりついて回ってるそうなんですだから来月からそこでお芝居しないといけないのこれ大丈夫かなと思ってたんですよね。でいよいよその月が来ましてそこでお芝居始めるんです。 ささやかん不安でしょうがなかったんですけどね実際お芝居の幕が上がってみたら全く何のトラブルもなくはたまた何かそのいわゆる怪奇現象ですよねこういったものに合うこともなく初日本当に良かったんですよで2日目も3日目も1週間目 本当にね、お客様もかなり盛り上がっていただいててたくさん来ていただいてあなんやここの劇場めちゃくちゃいいやんということになったんですそして2週目ここもすごく順調にね、えー、お芝居連日やれましてそして3週間目これも全く問題なかったんですよねで最終週である4週間目を迎える時にあ もうあと1週間頑張ったらいろいろ何か噂のあるこの劇場とももうお別れだと思って最後の1週間に臨むそんな4週目の1日目昼公演での出来事だったそうなんですけれども、まあ、お芝居の幕が上がってどん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 このストーリーが進んでいくんですよ。で 途中でですね、このさやかさんお芝居のこの台本の中では、まあ、いわゆるヒロインの役回りなんですよねでここの座長さんが主役なんですこの2人恋愛関係になりますからえ途中で、えー、この2人が、まあ、いわゆるこう今の言葉で言うたらそうですね恋愛のシーンとでも言いましょうかこう甘い言葉をささやき合うようなセリフをこう交わしていくんですその一番いいところで 敵型の親分がですね子分をたくさん連れてきて刀で切りかかってくるってこんな段取りなんですでセリフのやりとりをこうしながらもう一つこっちで頭を働かせてああそろそろ親分飛び込んでくるな飛び込んでくるな飛び込んでくるなと思った瞬間舞台向かって右の方でガチャン音がしたんですよねへっと思ってそっちを向きましたら 大衆演劇なんかでよく使う草ポカと呼ばれるセットがあるんです。これ、ベニヤ板を立ててありまして、そこにこう、木だったり草だったり書いてるんですね。森をこう表現するようなセットなんですけれども、これが舞台側から客席に向かって倒れてたっていうんです。急いでスタッフさん飛んでこられて、それを起こしてお芝居再開した。そして幕を下ろすことまでちゃんとできたんですけど、その日、 もう座長さんカンカンなんですって。劇団員さんみんな集めて、お前誰や普段から言うとるやろ。お前セットの後ろ立つなって。あんな倒れやすいねんからな。お前ら正直に手上げ。すごい怒ってるんですよ。でも誰も手上がらない。さやかさんからしたらね、それもそのはずだと思ったそうなんです。と言いますのも。 座長とお芝居のこのセリフのやり取り掛け合いをやってる時に視界はどちらかというと右側を見ているだから今回倒れてきたセットも視界に入ってるんですよねで見たところセットの後ろ誰,に誰もいてなかったで倒れ方も変だったって言うんですよ倒れたっていうよりは一回それがふわっと浮き上がって前にバタンと落ちたっていうんです、まあ、その旨座長にに言いに行きましたところ まあお前が言うんだったらそういうことなんだろう。でもお前ら気をつけろよ。そうなりましてその日はなんとか一日終えることができた。そして2日目舞台の幕が上がるんです。ストーリーがどん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 進んでいきましてまたさやかさんと座長この恋愛のね掛け合いがある。でセリフがトン,トン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 と進んでいく中で。 敵型の親分が飛び込んでくる段取りさあ今から親分が来るぞ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 と思ってる時にまた右側からガチャンって音がした。ヘッドと思ってみましたら今度は舞台の上から照明の機材1頭間ぐらいの大きさあるんですけどねそれが落下してるっていうんですよ。いやこれね照明機材って 実はこの1個だけで独立してるんじゃなくてこれ多くの劇場がそうなんですけれども天井に頑丈な鉄パイプがいくつも這わしてありましてそこにさらに頑丈なフックで引っ掛けてあるそしてきっちり固定してあるんです1個だけ落ちるのはおかしい落ちるとしたらこれ全部落ちるんじゃないかってそんなものなんです変だなと思ってますと また飛んでこられてえ片付けてで何とかお芝居を再開することができたんですけれども昨日のことがあって今日ですからさやかさん座長に言いに行ったんですいや座長ね私この劇場の噂実はいろいろ聞いてるんです何とか劇団の何とか君もここあんまり良くないよって言うてました明日からこれお芝居やんのどうにかなりませんか誰か怪我してからでは遅いと思うんですけどそうやって座長に言うんですけれどもこれお芝居というのは あのやめようかって言ってすぐやめれるもんじゃないんです場合によっては違約金だったり何かそういうことだったり発生してしまうなんとかじゃあ分かった気をつけてみんなでやろうやないかということでまあ最終日まで乗り切ることにそこで話が決まったまとまったんですよで次の日また舞台の幕が上がるんですストーリーがどんどん進んでいってあのシーンさやかさんとこの座長さん 恋愛ののシーンセリフの掛け合いが始まるんですいいところでクライマックスいいところで来るとあの敵型の親分が子分を連れて「今か今か来るぞ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 」来るぞ来るぞ来るぞ思ってたら親分ちゃんと出てきたんです内心ホッとした昨日と一とといはここで何か落ちてきたり倒れたりがあったからで親分切りかかってきたもんですからそれに対して座長が応戦をする。 アクシションシーンーですいわゆるだからそれを見て、えー、劇場のね皆さん拍手喝采なんですごい盛り上がってるでもねその中で一人だけ大きく手を振りながら舞台に向かって歩いてくるおじさんの姿が見えたっていうんです BGM でよくわからないんですけれどもそのおじさん口を大きく広げて後ろに何かあるっていうことを訴えてるんですよね で、まあ、お芝居やりながらではあるんですけどそこをふーっと見たら劇場の客席右側の方の奥なんですけれども人だかりができてるんですよでその人だかりの真ん中にねおじいさんが1人座ってるでもそのおじいさん前向いてないんです上向いてるんですよで口を少し半開きにしながら痙攣してる口から泡みたいなものが出ているんですね そのおじいさんすぐ救急車呼ばれて運ばれたんですけどそのまま死んだそうですねいやさすがにここで死者が出たということで座長はここで決断するんですもうここでお芝居やるのやめよう俺が話しつけるっていうことで支配人に言いに行きまして支配人もなんとかこの状況を理解してくれたのでもう撤退できることになった次の日から片付けが始まるんです劇団員みんなでこの劇場にある、まあ、セットをかたしたり小道具をかたしたりやっている時に 突然キャーッ舞台の奥また右側の方で後輩の女優さんが大きな悲鳴を上げてそこで尻餅ついてたっていうんですあんたどないしたんって見に行きましたらその女優さん舞台のセットも何もかも剥がされて壁だけになったそのところを指さしながら「姉さんこれ見てください姉さんこれ見てください」って震えてるんですよで何って見たらねその壁のところ ががれかけのお札が数前あったそうですよそこでハッと気づくんですよねあなるほどおとといとかその照明が落ちてきたりセットをこけたりとか人がなくなったり全部お札の貼ってある向こう側つまりこの劇場の右側で起こっていることなんですでここで非常にみんな騒ぎになりましてそれを聞きつけた座長さんがね「お前ら何やってんねん」ってこう見に来たんですよ で事情を説明して「いやここでこんなん張っててやっぱり気持ち悪いですわ」って言ってたら「あわ分かった」「もうそれやったらもうしょうがない」「とにかくもう急いで片付けてここ撤収しよう」言うてる横でねこの座長さん23歳の男のお子さんいらっしゃるんですけれどもたまたまその手を引いてみんなのことを見に来てたんですこの男の子どういうわけか知りませんけどお札に向かって手振ってたみたいなんですね 今でも現役で使われている劇場の話さやかさんから聞かせていただきましたありがとうございました。<music>